かな終わりに憧れたりしたティーンの頃の私、遠のくほど綺麗な夜景、飛び込めば誰かの生活の日、そんなことが何度でも私を引き止めたかも、誰でもいつかの愛された記憶に戻るの、超簡単な Yes or No にも答えられず、いやあのそのなんて嫌なの、静かにでもいいかな、自分の言葉で言いたいよ、君の言葉で聞きたいよ、生きる言葉を頼り